マイクロソフトインテライマウスインテライオプティカルセンサーを搭載したマイクロソフトインテリマウスマイクロソフトインテリマウスはマイクロソフトの販売するマウスのシリーズインテリマウスは人間工学を採用し長らくマウスに技術革新をもたらしてきた例えばマイクロソフトはスクロールホイールを導入した最初のマウスメーカーであり 光学式マウスや側面の補助ボタンを最初に導入したのもマイクロソフトであった。仕様にはインテラポイントと呼ばれるドライバが必要。長年にわたりゲーミングマウスとしてロジテックと競い合ってきた。初のインテリマウスは1996年7月22日に発売。目玉機能はスクロールホイールだった。設計は1993年に発表された。 マイクロソフトマウス2.0の設計に基づいていた。1997年11月にインテリマウストラックボールを発売した。指で操作するトラックボールを使用してカーソルを制御し、またインテリマウスの特徴的なスクロールホイールを備えている。1998年5月、インテリマウスプロが発売。これは1996年のインテリマウスを 再設計したもので、非対称形状とより、顕著なアーチプロファイルを特徴としていた。インテリマウスエクスプローラーは、1999年4月19日にコンデックスで発表された。このバージョンでは、インテライという光学式追跡技術が採用されており、マウスボールやマウスパッドは、不要5つのボタンがあり、非対称であり、右利きのユーザー向けに設計されている。 マイクロソフトは1960年代にコンピューターマウスが導入されて以来最も急進的なコンピューターマウステクノロジーと設計の進歩だとした。インテラマウシックスプロアラーはシルバーで仕上げられ光センサーを強調するために赤く光るテールライトを備えており、1999年10月4日に発売。そして2005年 PC ワールドは インテリマウスエクスプローラーを主な光学式マウスとして過去50年間で最も優れた50のガジェットに挙げた。インテリマウスオプチカルは2000年14月の発売に先立ち月に発表された。インテリマウスオプチカルは1999年のインテリマウスエクスプローラーと同様のスタイリングと機能を備えていたが、右利き左利き療養に対応するため、 左右対称のデザインを採用した上部に2つ、スクロールホイール、マウスの両側に1つの、計5つのボタンがあった。光角センサーとプラグプレイの USB 接続により、マイクロソフトはラップトップユーザーにとって理想的なお供として、インテリマウスオプチカルを宣伝した2001年に工業デザイン優秀賞を受賞、ニューヨークで開催された、 ワークスフィアーズの展示に含まれていたものがニューヨーク近代美術館に所蔵された。インテリマウスエクスプローラーとオプチカルの新しいバージョンは最初のワイヤレスマウスであるワイヤレスインテリマウスエクスプローラーと共に2001年9月に発売された。元のインテリライセンサーは毎秒1500フレームで画像をサンプリングしたが、 新バージョンは 6000fps で画像をサンプリングした。さらに、新しいインテリマウスエクスプローラーにフィンガーグルーブと強化されたグリップが追加された。Bluetooth インテリマウスエクスプローラーは別の製品としてまた Bluetooth バンドル用のワイヤレスオプティカルデスクトップにワイヤレスキーボードを備えたものとしても2002年に発売され、2003年9月には インテリマウスエクスプローラーとワイヤレスエクスプローラーの更新バージョンが発表され、水平スクロールを可能にする傾斜スクロールホイールを備えていた。2004年7月、新しいマウスにはカラーバリエーションが追加された。2006年8月に急性に FPS センサーを使用し、ゲーム重点を置いたインテリマウスエクスプローラーを一度開発中止した後、インテリマウスエクスプローラー3.0として、 再リリースした。2017年10月17日にマイクロソフトは新しいクラシックインテリマウスを発表しシリーズを復活させた。インテラマウシックスプロアラー3.0のデザインに基づいた新しいダークルックとブルートラックテクノロジーを備えておりガラス面のマウスパッドでも使用できる。クラシックインテリマウスは2018年6月に英国でもリリースされた。 2019年5月、マイクロソフトプロインテリマウスが発表された。よりアップグレードされたセンサーが、クラシックインテリマウス本体に組み込まれている。マイクロソフトインテリポイントは、マイクロソフトのハードウェアマウス用、デバイスドライバマイクロソフトは、Windows と MacOS 10双方のバージョンをリリースした。インテラタイプとインテリポイントを組み合わせた。 マイクロソフトマウスキーボードセンターとして提供されていた。ソフトウェア機能は特定のマウスモデルでのみ使用できる場合がある。ボタンオプションは選択したモデルにあったものにカスタマイズされる。MacOS 10 10.4から 10.7X ではシステム環境設定でマイクロソフトマウスを開きインテリポイント機能にアクセスできる。 ソフトウェアのバージョンと特定のマウス製品に応じ、ユーザーはマウスボタンを定義して任意の実行可能プログラム、またはファイルを実行でき、選択したプログラムの様々な機能のボタンを定義することもできる。インテリポイント4ではユーザーはマウスホイールの動作を指定して一度に1画面ずつスクロールできるようになった。この機能は ユーザーが様々なサイズのウィンドウを操作するときに、各ウィンドウによって、スクロールの速さが速すぎたり、遅すぎたりするのを避けるのに役立った。この機能は、Windows XP に組み込まれ、インテリポイント5では削除された。ALT タブボタンの組み合わせで、次のウィンドウに置き換えられ、ユーザーが特定のプログラムを交互に切り替えられなくなる。ただし、レジストリの変更で可能にすることもできる。 ユニバーサルスクロールはインテリポイントの独自機能でありスクロールホイールがその入力方法をデフォルトではサポートしていないプログラムでも動作できるようにするインテリポイントはすべての基地のマイクロソフトマウスと一般的な3、5ボタンマウスをサポートしているインテリマウスエクスプローラー3.0マイクロソフトインテライマウスマイクロソフトインテライマウスしかしバージョン8.0以降では 次のリストの PS にサポートを廃止。変換アダプターもサポートせず、マイクロソフトはバージョン7.1を USB の代わりに PS にマウスをまだ所有しているユーザー向けに提供されしている。ありがとうございます。